こんにちは、ジェントビートルズの元気です。いつもご視聴ありがとうございます。フレーム、今日はですね、ヒーロージム、また来ちゃいました。しんさん、お邪魔してます。僕が出る大会が次ラスベガスのオリンピアになりますんで、今ちょうどね、多分7週と半前 7.5 週ぐらいです。で、まあ、今のコンディションと、あとは、まあ、今回の減量に関しては4ヶ月前から、僕入ってまして、もう早めに仕上げて1ヶ月、残りの1ヶ月でコンディションどんどん上げて、まあ、過去最高の元気を発しでステージに立てればなと思ってます。で、今日は、まあ、ヒーロージムということで、背中ね、背中はやっぱり、まあ、トルクのマシーンがめちゃくちゃいいと思うんで、ちょっといろいろ背中何種目かやっていきたいと思います。チェックしてください。僕のいつもやってる、背中のメニュープラス、まあ、トルクのマシーンめちゃくちゃいいんで、それでいろいろ背中細かく狙っていきたいと思います。で、ここめちゃくちゃライティングいいんでね、最後ちょっとだけポージング、上裸の状態でコンディションチェックしていきますので。ピンポイントでやっぱりね、入る一番ね、かゆいところかけます。このマシンはおすすめです。I can't refuse, so won't you throw it
減量きついっすよ、うん、きつい。いろんな人、新しい人がもうどん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 大会に出てると思うんですけど、やっぱりみんな減量きついと思います。でもなんで大会に出るのか、何を目的に出るのか、自分で決めてるのであれば辛いということが出てこないはず。僕ももちろん辛いけど、でも自分で決めたことだから最後までやりきる、絞りきれてない状態で大会のステージに上がるというのは僕の中ではありえないことなので、まあ、残りあと7週間ありますけど、まあ、今コンディションはこんな感じね、うん、結構絞れてきてると思う。過去一番早く仕上がって残りの7週間を調整できます。今回は本当に見える、目燃えてるの、こういう目になっちゃった感じです。だから全力で、これも全力、この2文字につきますので、もうね、全力でいけば欲っていうのは出てこないんで、勝ちたい欲だけ。以上、
軍とまさかのヒーローチームで再会です。ご無沙汰してます。おいちみびっくりしちゃって。エディ君とあの大会同じなんで、やっぱり僕エディ君のこともリスペクト。いやいや、これ同じぐらい勝てるのが、もう勝っても負けても、はい、リスペクト。これは会った時に言おうと思って。はい、いや、もちろん。もうまたちょっとお互い切磋琢磨して、はい、頑張りましょう。いや、あの今日ね、モチベーションの方がよろしくお願いします。頑張りましょう。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。